優秀国の管理が行き届いていなかったせいで将軍の手を煩わせることになってしまって本当に申し訳ありません。気にする必要はない。雲騎軍は戦場で戦い、ユーフは罪人を罰する。戦州において雲騎軍とユーフは表裏一体の存在だ。獣王氏の力になれたのなら私も光栄に思う。囚人が脱走した件は把握しているから、今は優秀国の現状について話そう。変装したホリジンが優秀国に潜入、その後囚人を解放して混乱を引き起こしました。コウ、サ、ケイ、モンの当直だった半眼のうち工事部の半眼節衣が一時戦死。私が彼女の職務を引き継ぎ、近人高魂と名詐たちを各階層に向かわせ奪還を試みています。では私と後ろの二人で幽谷の深部へ行き、手がかりを探そう。将軍様、各階層の状況は未だ把握できていません。あなたが危険を冒す必要は。雲騎の将軍が自ら危機に立ち向かうのは珍しいことではない。風霊は脱獄を遂げ、妖精の施設はホリジンにさらわれ生死不明。これは一大事だ。しかし天劇将軍は文句を言うどころか、皇子の憂いを断つため狼狩りに名乗りを上げた。彼女がここまでやってくれているんだ。ラフも残った疑問を明らかにしなければ。脱獄を手助けしたホリジンはどこで風霊が囚われていた場所を知ったのか、そしてなぜ都合よく妖精の施設が彼を応召する直前に計画を実行したのか。私に言わせればその答えを見つけるのは難しいことではない。重要なのは黒幕に関する手がかりにたどり着けるかどうかだ。わかりました。ですが将軍がなさろうとしていることはおそらくとても難しいかと。長い間この黒幕はラフの安全を脅かしてきた。情報は相手をつけ上がらせラフに及ぶ危機を大きくするだけだ。おっしゃる通りです。将軍様のご決断であれば獣王氏は全面的に協力いたします。炭鉱殿、レーサー殿、すまないがこの区域に付き合ってくれるだろうか。これも探偵士の責務ですから。それで将軍はどこから調査を始めるおつもりですか。古族に扮したホリジンからだ。それならすでに物証を用意させています。元凶様の報告によると海星港で正体不明の古族数名を発見、追跡したところそれはホリジンの変装であったことが判明。こちらはそのうちの一人の遺体です。こうしてみるとこいつが古族に変装できるとは到底思えないが、彼の遺体から探視たちが複雑な薬物成分を検出しました。おそらくそれがホリジンを古族に変形させていたのでしょう。端的に言ってしまえば古族とホリジンは同源の種族。今は見た目こそかけ離れていますが遺伝子の面では両者に大きな違いはありません。この類の薬物はホリジンの体を一時的に変化させ古族の姿に変えることができるのです。一時的に？つまり薬の服用をやめればすぐに正体がバレるということか。ええ、それはつまり薬物の供給者がラフ内部にいることを意味しています。ふっ、はあ、薬王秘伝はキリがありませんね。今回も探偵士が渦中に巻き込まれてしまうなんて。彼らが使っていた探報を整理していた時、肝心中継端というものを見つけました。患者の魔音の実を抑え
普段の姿を維持させるための弾薬なのですが、それをホリジンの体内から検出された薬物と照合した結果、同じものだったのか。薬性と成分は違いますが、原理は同じです。古来より強靭な肉体を追い求めていたホリジンは、古族を弱者とみなしてきた。それが今、戦士を救うためなら古族の姿を借りることも厭わないと。その覚悟はかなりのものなのだろうな。ホリの患者が全員この薬物を服用しているとすれば、この線から当たってみた方がいいかもしれませんね。お二人とも私についてきてください。こちらです。宦官の話だと、この区域はまだ奪還できていないようなので、慎重に進みましょう。ホリジンが服用していた薬物の性質を航路に記録しました。薬の気配をたどっていけば、変装したホリジンが残した痕跡を見つけられるはずです。凄まじい力ですね。犯人は一撃でこの部分の骨を砕いたようです。この力、普通のホリジンに出せるものではないな。大方風霊がやったのだろう。失礼ですが、そのホリジンは本当にそこまで凶暴なのですか？私は君より長く生きている分、戦争も多く経験している。ホリジンは同盟にとって最も手強い敵であり、風霊は同胞ですら恐れるほどの怪物だ。奴は一人で多くの領軍を束ね、北条の忌み者の大軍を結集させ、何度も同盟の軍隊を窮地に追い込んだ。700年ほど前、恩師と共に忌み者の討伐に出征した時、あの巨獣が戦場に現れた後の惨状を目の当たりにした。朗読による恐怖を抑える弾薬を服用していても、奴の凶悪な気迫の前に多くの兵士が崩れ折れ、反撃の機会すら与えられないままほふられてしまった。先代剣士が総陣で風霊の動きを封じていなかったら、勝敗は分からなかっただろう。あの対戦を生き延びたのはたったの数人だ。暁が輝き、血の光が飛び交う。あの時目に映ったのは、辺り一面の赤だった。それならなぜその悪獣を捕らえた後、処刑せずに投獄したのですか？泉州使命では、大罪を犯した北条の忌み者たちを殺しきれない場合、宦官たちが公正の効果に放り込んで焼き尽くしているのです。いわゆる不死とは名ばかりのものに過ぎません。この世に不死不滅のものなど存在するはずがないでしょう。なぜラフはそのようなガンを今まで抑え込む道を選び、今回のように手のつけようのない事態を引き起こしたのですか？ああ、なるほど。ラフ人は慈悲深くて寛容ですからね。きっと探偵士に寄生する害虫ですら駆除するのは忍びないと思ったのでしょう。そのくせラフを救おうとした医者は使命に送るなんて。レーサー殿は私に不満があるようだな。薬王秘伝が復活したことについては私に責任がある。風霊がなぜ牢に閉じ込められていただけなのかについても、君が望むなら説明しよう。ぜひお願いします。私は一介の医師、過去のことはよく知りませんので。では歩きながら話そうか。この死んだ運気軍からも薬の気配がするが。いえ、これはホリジンです。元の姿に戻る前に看守に殺されたのでしょう。奴らは全員感服を着ている。運気軍の他に
天白氏と構造氏の人員に扮した堀人もいたと聞くが、このような偽の身分を用意できるのはおそらく高位の権力者だろう。他の場所に行ってみよう。息絶える前に動脈を噛みちぎられ、大量の血を吸い取られたようだ。むごいな。生きた血肉を食らわなければ堀人は飢えを感じる。彼らは長命種ではありますが、より肉食動物に近い存在だと思ってください。そういえば優秀国は風霊に食事を与えていないと聞きましたが、想像できませんね。700年もの間飲まず食わずで飢えに耐えるなんて。連れ去られた妖精の施設は無事なのでしょうか。それが法上の忌み物の恐ろしさだ。剣術兵を持って奴の生命力を削ろうとしたが、その長い刑期はむしろ我々の忍耐力に対する試練となってしまった。レーサー殿が言ったように、殺しきれない怪物は公正に放り込めばいいのかもしれないが。古族がそれを許さないですか。ああ、風霊が犯した罪は殺戮だけではない。数千にも及ぶ戦の中で私たちは堀人を殲滅しようと力を尽くしてきた。だが奴は出どころの知れない邪法を使い、無数の古族を己が配下の兵士や奇獣に変え、何度も盛り返してきたんだ。古族は日々奴を呪い、その名を子供をしつけるための叱り文句に使っている。それほどの巨悪を人思いに死なせては同盟内の古族の気も晴れないだろう。レーサ殿、なぜ風霊が古族の多い妖精ではなくラフに収容されたのか知っているか。さっき言っていたではありませんか。優れた実力を持つ死が風霊を破り太鼓を立てたと。だから元帥も悪獣をラフに預けたんですよね。その功績に対する一種の褒章として。レーサ殿は大きな誤解をしているようだ。それについてはこれから説明しよう。カンパニーの船がホリジンに襲撃されたと元凶から聞いたが、これを運んでいたのか。はい、構造士と探偵士が調べた結果、このロボットには特殊加工されたホリジンの生体組織が使われていることが分かりました。同盟との関係性を考慮してか、今まで同行した行いはありませんでしたが、博識学会は医療や戦争に使える成果を得るため長年長命種の生物特性を研究しているのです。なるほど。学会の学士たちにとってホリジンは実験動物と変わらないのかもしれないな。連中が船を襲ったのは同胞を実験に使った博識学会に報復するためか。いいえ、単にカンパニーや学会に復讐したいだけなら船を壊して貨物を焼き払ってしまえばいい。そうすればこれが優秀国に入れられることもありませんでした。これは意図的に行われた茶番。監獄破りの兵器として優秀国に送り込まれるようあえて貨物の危険性を演出したのでしょう。この人の盲点をうまくつくようなやり方はホリジンのいつもの手口とは大きく異なっている。カンパニーも博識学会もおそらく知らないうちに利用されていたのだろう。二人とも気をつけろ。まだ生きているぞ。ここまで破損していても
まだ自己修復できるのか。証明書に見すぎていますね。私に続く雷帝よ、ここへ。ケーゲン将軍、まだ私の質問に答えていませんよね。なぜ風霊は妖精ではなくラフに収容されたのか。口をつぐんでいるのはこの措置があまり名誉なことではないからでしょうか。元帥が風霊を妖精に収容しなかった理由はこの機械にある。それはこの機械を作った学会のように風霊の秘密を解き明かして利用しようとしている者がいるということですか。なるほど。妖精の子族とホリジンの血筋は特に近く、中にはホリジンのように月狂いの症状に陥ってしまう者もいると聞きます。そして元帥はそのような研究はホリジンと同じ人ならざる者の行いだと考えた。だからレーサ殿の推測は正しい。ホリジンにとって月狂いは力を与えてくれる賜物だ。だが子族にとってそれは血に潜んだ避けられない狂気に過ぎない。妖精の医師たちは代々その謎を解き明かそうとしてきたが、解決法は未だに見つかっていない。なぜホリジンは月狂いを制御できるのか、子族はこの呪いを打ち破れるのか。こうした質問をする者は後を絶たない。もちろん質問をした最初の意図はどれも善意から来るものだ。しかしこの世における災難へとつながる道は往々にして善意によって敷かれている。妖精の子族にとって風霊はホリジンの戦士というだけでなく怪物であり研究の対象でもある。奴は知らず知らずのうちに人の心を蝕む猛毒になったんだ。だから元帥は風霊をラフに収容したのですか。これは名誉ではなく戒めですね。なぜならラフもかつて善行と謳われた指針のために後世への戒めとなる悲劇が起こったことがあるからな。陰月の乱。元帥は風霊の管理をラフに一任することで妖精の子族の悪念を一時的に鎮め、動乱を経験したラフを戒めた。これは均衡を保つためであり必要な措置だ。先週同盟は先週人だけのものではない。子族、寿命族、先週人、三つの種族が手を取り合ってこそ未来を切り開ける。勉強になりました。では当時のあなたも均衡を保つために私の師匠を使命に追いやり、薬王秘伝が復活するのを眺めていたということですか。レーサ殿は先ほど探偵士に寄生する害虫を駆除するのは避け、逆にラフを救おうとした医者を使命に送ったと言ったが、彼女は君に伝えたか。自分が独りよがりな善意にかきたてられ面会の機を狙い、脱輪直後の炭鉱に前世を思い出させる術を施したことを。何だって。リュウソンが前世の記憶と人格を取り戻せば剣木を見守るという寿命族の役目を続けられるだけでなく、潜伏している勢力に対する抑止力にもなる。さらには一族内部の紛争を鎮め全てを正しい軌道に戻せる。これが彼女の考えだった。だが先ほども触れたように他者への善行の多くは災いの始まりにしかならない。あの事件の後六音の合議によって探偵士は指定の職を設けないことに決めたんだ。君が来るまでね。それが本当だとしたら
師匠を追放したことに対して感謝しなければなりませんね。いや、違うな。感謝すべきなのは私の方だ。将軍が？私が望んでいるのは両親に恥じないことだ。しかし長命主である以上、その長い人生を恥じることなく生きることは難しい。レーサ殿は師匠の判決に巻き込まれ、理由もわからぬまま故郷を離れなければならなかった。そして今探偵師は複雑な状況にある。この区域を君が担ってくれるのなら、私の肩の荷も軽くなるというものだ。そう考えたら感謝して叱るべきだろう。さすがは新作将軍、攻める隙がありませんね。先に言っておきますが、同盟が私を派遣したのは公務を適切に処理するため、どちらか一方につかせるためではありません。レーサ殿が誰につくかは重要ではない。私たちが動くのは常に同盟のため。そうだろう。では先に進むとしよう。ここで死んだ魔王の実は牢から抜け出した犯人ではないようですね。その根拠は？魔王の実の装備が整いすぎているからです。とっさに戦闘に加わったものとは思えません。モゼという妖精の使節が言っていた。監獄を襲撃した勢力は2つあり、ホリジンの他に姿を消せる魔王の実がいたと。こいつらがそうみたいだな。姿を消せる？ああ、俺も戦ったことがある。奴らは雲銀の術で自分の身を隠せる。よく観察しなければその行動の痕跡に気づくことはできない。炭鉱さん、前に探偵師に干渉する寿命の長老について慎重に対応するよう忠告してくれましたよね。まさか。レーサ殿、何か分かったのか？はい。第一に、堀の襲撃者が優秀国を脱出した際の経路を見る限り、事前に彼らに地形を教えた者がいます。優秀国の建造においては寿命族が深く関わっていましたよね。第二に、変装した堀人は薬を飲まなければ古族の姿を維持できない。これは探偵師に潜む残党が手助けしているのでしょう。第三に、潜伏中の堀人に偽の身分を与えられるのは高位の権力者以外にありえない。雲銀の術を使う刺客たちの存在は竜氏に対する嫌疑をさらに深めました。しかし彼らは寿命族でありながら、なぜ堀人と結託して風霊を逃がそうとしたのでしょうか。はあ、おそらく混乱のためだ。混乱を引き起こすことでしか彼らは権力の頂点に返り咲けないからな。誇り高き竜の一族として、陰月の乱の収束後衰退の一途をたどる状況を打破できないままでいるのはさぞ悔しいことだろう。レーサもラフの出身なら俺の言いたいことがわかるんじゃないか。炭鉱殿の言うことにも一理あるが、私としては寿命の竜氏が黒幕とは言えないと思うが、ラフ内部の圧力を見抜き剣木を再生させた絶滅大君元老、彼女こそが全ての裏切りの元凶だ。念を押しておきますが、さっき私が言ったことは推論に過ぎません。人を裁くには確固たる証拠が必要になります。寿命の同点に入り容疑者を捕まえるにしても、彼らを黙らせられるだけの根拠がなければなりません。それでレーサ殿はどうするつもりかな？そうですね、とりあえず竜士たちに招待状を送ろうかと。招待状？私がラフに来てから竜士は幾度となく面会を申し込んできています。その状況を利用してこの魔音の実の亡骸と
囚人の逃走経路を竜子の府邸に送り、林苑郷に会いに来るよう招待するのです。そこで彼らの言い分を聞いてみましょう。いい案だ。私が顔を出してもヤブヘビになるだけだろうから、この件はレーサー殿に一任しよう。寿命族内部の問題はやはり寿命族が処理するに限る。うまくいかなくても心配する必要はない。狼狩りが終われば全てが明らかになるからね。狼狩りといえば、さらわれた妖精の施設のことが気になりますね。風霊は優秀国の中で飢えていた。あの施設は難を逃れられるのでしょうか。低級のご加護が彼を守ってくれますように。